4月27日、夕の御言葉。主はよよ限りなく王である。四1十編十六節。イエス・キリストは、真剣を主張される先制君主ではない。主は現実に、誠に、神に油注がれた王であられる。神は御心によって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ。 コロサイ人への手紙、一章十九節。神は、主に一切の力と権威を授けられた。マタイの福音書、二十八章十八節。人の子としては、主はその教会のすべてにおいて頭であり。エペソビトへの手紙、一章二十二節。生と死の鍵を腰につけて、 天と地と地獄とを支配される。ヨハネの目視録三章七節。ある王たちは民の意志によって王とされたことを喜んだ。そしてイエス・キリストの教会に対する関係もそうであった。もし教会の中で主が王となるべきかどうかを投票によって問うならば、すべての信者は主を王にするであろう。王、 今、主を王としていただいているよりも、さらに輝かしい意味において、主を王としたい。キリストの栄光を表すためには、どんな犠牲も惜しまないようにしたい。もし苦しみを受けることで、また損失をこむることで、私たちが主の額に、さらに輝かしい王冠を捧げ、人と天使の前に、主の栄光をさらに輝かすことができるならば。 私たちの苦しみは喜びであり、損失は利益であろう。実に主は当事してくださるお方である。王よ、とこしえまでもこのようであれ。万歳、王イエス様よ。主を愛する清い魂よ。行って、その御足元で主を拝し、その行く手にあなたの愛のゆりと感謝のバラをまき散らせ。冠を捧げて、 主を崇めよ。また、私たちの主イエスは、征服者としての権利によって、シオンの王である。主はその民の心を責めて攻略し、彼らを残酷な奴隷状態に閉じ込めていた敵を殺された。私たちの贖ない主は、ご自身の地の公開の中に、私たちの罪というパロを溺死させられた。 出エジプト記14章21節から31節主がエシュルン、イスラエルで王となられるのは当然ではなかろうか。命明三33章5節主は私たちを立法の鉄の首引き、過酷な呪いから救い出された。解放者は大いにつくべきではないか。私たちは主が剣と弓と思って、 エモリのの手から取った主の所有物である。創世紀48章二22節誰が主の御手から奪うことができようか王なるイエス様私たちは喜んであなたの杜氏に従います愛すべき平和の君よ私たちの心を永遠に支配してください